さんこんにちは。新たキットのウェブイベントが始まったので、その紹介と、前回のアルベドのウェブイベントがそろそろ終わるので受け取り忘れとかに注意ですね。余談ですが、アルベドのウェブイベント、最終日にログインするだけでも全部回収できたぞ。はい、今回のウェブイベントですが、宵宮の時みたいにとりあえず、1日で終わる感じで、原石を40個獲得できるものとなっております。4分の1ガチャ分なので忘れずに確保しておきましょう。それから、画面右上の、左から2番目、十字のマークのやつですが、これをクリックすると、どうやら謎のマッチング要素があります。左側が、リンクをコピーして共有して、そこをフレンドがクリックする必要があるのかな？多分、フレンドじゃなくてもリンクをクリックしてくれたら良さそうだけど、ただ、プレステ勢の方がクリックしたら余分にログインしないといけなさそう。それから、右は、なんかリアルタイムでイベント開始から10分後、にランダムマッチングのようです。2つとも枠が埋まると、報酬として2万モラと魔鋼がもらえます。原石だけもらって終わらないように、注意です。はい、という感じでリマインドがメインの動画でした。ご視聴ありがとうございました。